防衛司令部は1935年から1940年まであった日本陸軍の組織である。本州、四国、九州の防空のために置かれ、東部、中部、西部の三司令部があった。1940年に防衛全般の指揮権を持つ軍に転換して亡くなった。第一次世界大戦で航空機が戦争に利用されてから戦後には性能の向上を前提とした。 航空戦略が欧米諸国で議論されるようになった。日本陸軍も防空問題を検討してはいたが、近隣に大きな空軍力を持つ国がなかったこともあり、国土防空よりも航空戦力そのものの要請に注力すべきと考えていた。1930年代に入ってソビエト連邦の極東航空戦力が増強されると、日本本土空襲の可能性も考えられるようになり、 防空に向けた取り組みに着手することになった。その一つは、校舎法戦力の増強で、もう一つは、国土防空を担当する防衛司令部を設置することであった。1935年5月25日制定の昭和10年軍令陸第8号で制定された防衛司令部令に基づき、東京に、東部防衛司令部、大阪に、中部防衛司令部、小倉に、 西部防衛司令部を設けることになった、平時より幼稚の防衛に監視所計画を準備させることが目的である。三人の防衛司令官の管轄地域には13の師団があったが、その師団長は天皇の直接の霊下に属する点で防衛司令官と同格であった。防衛司令部は防衛計画上必要なことに突き駆除できることになってはいたが、防衛そのものは 師団長に任されており、両者の関係は曖昧なところがあった。直ちに編成されたのは、東京警備司令部が編成管理に当たった東部防衛司令部で、中部防衛司令部と西部防衛司令部は2年後の1937年8月発足とされた。建物は東部防衛司令部が、東京警備司令部の一部、中部防衛司令部は、 第4師団司令部の一部に入ることとされた。西部防衛司令部の所在地は、小倉にある野戦重砲兵、第2次四司令部と小倉連隊区司令部の一部とされた。防衛司令部の要因は、東部防衛司令部が、東京警備司令部の兼任者が多く、中部は第4師団、西部は第12師団の司令部との兼任者が多かった。百三十七年の防衛司令部と、 防空管区境界1937年11月27日制定の昭和12年軍令陸第8号による防衛司令部令改定で防空管区と警備管区の区別が付けられた。防空管区は複数の士官にまたがる従来からの管轄地で防衛司令官は防空に関して管区内の部隊を指揮できるようになった。警備管区は防衛司令部が所在する士官を範囲とし、 そこについてだけ防衛司令官が警備に関する権限を行使、できるようになった。また司令部は従来官賀の扱いであったが12月1日から軍隊とされるようになった。1940年に陸軍は防衛司令部を軍司令部に変える改革を新制度で師団長は天皇の直令ではなくなり軍司令官の令下に置かれたため。 軍と師団の上下関係は明確になった。四つの軍のうち、東部軍、中部軍、西部軍の司令部は防衛司令部を改組して作り、司令官も同一人が任命された。北部軍司令部だけは新編成となり、やや遅れて発足した。防衛司令部令が定める職員は、以下の通り、柳沢順、日本陸軍の本土防空に対する考えとその防空作戦の結末、 86から88ページ。柳沢淳。日本陸軍の本土防空に対する考えとその防空作戦の結末。89ページ。官報。第2519項。公文雑算昭和10年。第19巻。防衛司令部令制定の県外一件の理由書。国立公文書館デジタルアーカイブで2020年4月。閲覧。1935年防衛司令部令。 第5条、戦士総書、陸軍軍戦備、287ページ、1935年防衛司令部令、また、昭和10年軍備改変容量不評第14、密第日期昭和10年7冊のうち、第1号、昭和10年軍備改変容量同最速の件、アジア歴史資料センター、レフ、C0100404500、リンク先の26コマ目、 昭和10年軍備改変要領最速第50条、密第日期昭和10年7冊のうち、第1号、昭和10年軍備改変要領同最速の件、アジア歴史資料センター、レフ、C0100404500、リンク先の46コマ目、戦士総書、陸軍軍戦備、143ページ、AB、官報第百七十三号、色分けは士官。 AAB1937 年防衛司令部令第5条、戦士総書、本土決戦準備、32ページ、戦士総書、本土決戦準備、33ページ、官報第2519号、官報第3273号、ありがとうございます。